ったらたまたま女物だったり、まあ、女装って女を装って書くとか、そういう意味での女装はもうしてないかな。率直に伺うんですけども、はい、なぜそもそも出演しようと思ったのかっていうところからお聞かせになりたいんですけど、ちょっとネットにあの引退文を発表して、はい、これから芸能活動やっていきますって書いた時に、まああるだろうなとは思ってたんですけど、はい、あやっぱり踏み台だったのかなみたいな、はい、あの有名になるためのステップアップに AV を使ったのかなっていう、決してそういうことでは全然なくて、はい、あの引退文の方に AV の出演は自分大島香織っていうアイコンを、はいはい、あの表現するのに必要なアプローチだったと思ってますって書いたのがまさにその通りで、はい、まあ、そもそもはアニメとか男の、あの漫画の男の子とか女装男子に憧れて、はい、でもまあどっちかって主に言うと同人イラストというかエロの方の方面であって、まあ、実際でも3次元の方でそういうのを探してもそういう人はいないし、はい、じゃあ自分がなろうかなってやった時にこの子が女の子とか、まあ、ニューハーフとかでもなく男性であるんだっていう証明の一つとして表現に、AV っていうことがあった。今テレビとかで、あのそんなこと言っても実は男なんでしょうっていじられてるニューハーフタレントの人とかで、もう完全に工事が住んでる人でもなんかそういういじられ方をする、なんていうんですかね、本当にこの子は男の子なんだって保持できるっていうのはもう全部脱ぐしかないかな。と必然的に出演されたんだ。そうですね。あ、まあそもそもの一つの表現としてやりたかったこととしてももちろんあります。はいはいはい、うん、やりたかった。そうですね。で、でも僕が出てくる前からなんだったら、あの男の子ブームが来る前って言ったら15歳ぐらいの時からもうニューハーフものとか、女装男子ものっていう AV はありましたし、唯一僕が初めてっていうのは、まあ、ブログでも書いた通り、一つ大手の AV メーカーさんと専属契約を結んだっていうことは史上初ですよね。ニューハーフさんの専属はいたんですけど、純粋な男性っていうのはなかったので、まあ、野望は達成できたんですよ。出演したことに、業界にいたことで、満足度っていうのは今現在どうですか？アイコン化っていうのは全然達成はまだできてないです。あのそれは AV の業界一つのところで有名になったところで達成されるものではないので、 AV の業界での満足度っていうのは、まあ、正直やり残したことはすごくあります。最初に言ったそのアニメ漫画の男の子をリアルに再現したいっていう目的で言えば、まあ、理想の男の子の実現化みたいなことについては正直僕は自分の AV で抜いたことがないので、そうなんです。僕が理想とする存在に慣れてない、はいはい、結局僕の理想とする男の子にはなれなかったっていうことで、まあ、もちろんおっしゃる通りあの自分っていう時点でダメな可能性もありますけど、ただ、まあ、それは僕がまあ、そうだとしても僕が再現するものではなかったんだなっていう一つの答えだと思います。もともと AV 業界ってあのニューハーフ女装男子ジャンル、まあその時だったら女装男子がもっとそうなんですけど、ジャンルっていうのはまあ正直売れないジャンルだったんですよ。で、制作費とか、まあ、経費とかもグッとこうちっちゃめにして、それこそなんだろう、普通の女性の女優さんが出てる単体作品とかと比べるともう何分の1かっていうお金しかかけてもらえないジャンルだったんです。で、そうやって経費を削減して出したものって当然クオリティは下がるじゃないですか。でも一部のニッチなマニアはやっぱりそのそれしかないからそれを買うことになるんですよね。だから一定数には売れるんですよ。だからどんな作りのものを出しても一定数には売れるから一応出続けはするけれども、まあ、女の子の作品と比べてそんなに売れないから売れない、制作費が削られる、その悪循環が、はい、でこれにはもう一つ理由があって、出てる側のニューハーフさん女装男子側も意識がすごく低い人が多い、あ、
まあ、僕がすごく意識が高いというわけではないですけど、それは見る側からの意見としてそうだったっていう。例えばそうですね、まあ、ニューハウさんとか女装男子も一緒か、ニューハウさんとかって最終的にやっぱり女性になりたい人が多いんですよね。つまりこの男性器を取ってしまう。だから今の自分の、まあ、胸もあって男性器もついてて、で、その姿を取られてるっていう、この姿は完成品じゃないんですよ。通過点にしか過ぎないので、結局最終的にこれを取っちゃうわけだから、その姿で有名になる必要は全然なくて、例えば、まあ、風俗店に勤めてる人も多いので、あの風俗店の宣伝だったりとか、手術費用を稼ぐためのなんですかね、まあ、あの一つの、まあ、バイトみたいな、そういう感じで普通の AV 女優さんと言われる女性たちと比べるとやっぱりどうしても意識が低い。で、女装男子も一緒で、女装男子も結局本気で女の子になる人もいますけど、中にはそれにしたって男性に戻る人も多いわけで、でどっちにしたってやっぱりその女装男子という姿は通過点なんですよね。そのままの姿で成り上がっていこうみたいな人はあんまりないみたいな。それこそ自分の完成形だっていうふうに考えてる人もいないしっていうことですね。大島さん自身がこの人に救われたみたいなエピソードですか？そうですね、救われたとはちょっと違うかもしれませんけど、僕はもともと高校時代は美術部に所属して、はいはい、芸大も目指してたんですけど、日本画をやってて、でそこでお世話になった先生がいて、まあ、日本画を教えてくれた顧問の先生なんですけど、最初の、まあ、大阪の高校の話なので高校展っていうのがあるんですけど、美術部版の甲子園みたいなもんですかね、まあ、日本画を始めると。でやっぱり賞は取りたいじゃないですか、出すからには。まあ最初の高校展だから店に来なさいって言われたん で主体にして店に行って、そしたらその顧問の先生が、これは何の絵だ、あ、これはあの滝が流れてるじゃないですか、これがちょっと、なんていうんですかね、時間みたいな感じで、で、こう、この血がこう環境破壊みたいなのを表してるんですみたいなことをバーってこう、なんかこう自慢気にこう先生に言うと、もういいもういいもうその話はいいみたいな感じになって、えってなって、したら、お前がどんなに壮大なテーマを掲げても、お前の手を離れた時点で作品は見る人のものだから、その作品の意味はお前がいくら考えても見る人が思ったのが正解なんだ。なんかその時はなんでそんなこと言うんだろうって思いながら、でもなんかなんとなくやっぱりずっと心に残ってて、それから作品を作る時もやっぱりちょっとそういう、意識がありましたね。それが、ブログにも書いた、僕を見ていろんな人がいろんなことを思うことがあると思いますっていう。でも、大事なのは僕が正確に理解されることじゃなくて、僕を見て誰かが何かを感じるっていうプロセスが大事だと思いますって書いたのはそういうことですね。得たものだったり失ったものだったりって、なんかざっくりこれというものは得たもの、これは得たものという表現に当てはまるのかわからないですけど、もっと欲が出てきますね。欲が出てきます。 AV での表現っていうことをもっとやりたいことが実はたくさんありましたし、自分の脚本で作品を作ったりしたこともあったんですけど、監督もやってみたかったし、逆に例えば他の男の子を自分が撮るっていうこともやってみたかったし、もっともっとやりたいことはあったんですけど、ただじゃあやめなきゃいいじゃんっていう話で、でもそれとやっぱり自分の
大島香織っていうアイコン化を天秤にかけた時に、やっぱり当初の目的はそっちだったし、それが最大の目的なので、やめざるを得なかったかなっていうのはやっぱりありますね。いろんなカテゴライズがあるんですけれども、はいはい、なんかそれはどれもしっくりこないみたいな、カテゴライズされたくないみたいな思いとかってあったりするんでしょうか。カテゴライズについてはですね、結構自分の中でもいろいろ考えるところはありまして、はい、でもあんまりジェンダーのことについて触れるのは好きじゃないんですよ、実は。それこそ講演会とかをやって、あのみんなに訴えかけようなんて意思は全くなくて、それもやっぱり僕を見て他人が判断すればいいことで、まあそのトランスジェンダーとかクロスドレッサーとか、まああと何ですか、MTX だったりとか、いろいろありますよね。カテゴリーができることによって、確かにやっぱり救われた人もいると思うんですよ。同性愛を苦にして自殺するみたいな人だって減りましたし、誰にも言えずに家で引きこもって一人で悩むってことも、ね、ネットの発達で結構いるんだってことが分かってきましたし、それで救われた人はたくさんいると思うんですけど、カテゴリーをいっぱい分けることによって、そこに当てはめようとみんなが逆に努力しちゃうんじゃないかなと思うんです。僕が自分はゲイじゃないか、ニューハーフじゃないかって悩んだ時みたいに、既存のカテゴリーにしか自分を当てはめて考えられなくなると思うので、バーってカテゴリー分けるじゃないですか。ずっと思ってたことがあるんですけど、四角って4つ角があるから四角じゃないですか。で、これが5つになったら五角形じゃないですか。こうやってバーってこう角をこうたくさん作っていくと、結局丸になって何もなくなるんですよね。今それをしようとしてるんじゃないかなって思っちゃうんですよ、カテゴリーを分けるっていうことは。結局だから、あの多分後にみんな、あ、じゃあその人自身がどうかってことだよねって気づくとは思うんですけど、今その過程段階に入ってると思うんですよ。昔だったら男の子って言葉もなかったし、女装男子っていうのも、なんだろう、女装男子じゃなくて女装子とかって言ったんですよね。でもただの女装癖なだけなのに、本当本来の自分は、なんだろう、女装するんだから綺麗にならなきゃ、じゃあ女性ホルモン飲まなきゃ打たなきゃって考えるのはすごくなんか短絡的というか、別にそこはみんなと一緒じゃなくていいじゃんって、自分らしく生きる、でそれを他人はその人自身で捉えてあげるっていう。